暑くなりそうだ。やばい、関係書籍違う。すごい、ミライフスタジアム初めて知った。ミライフって結構今日めっちゃいい天気になってんじゃん。こんにちは、今日はレノファイベントにジャイカブース出します。かっこいい、2つもあるらしい。これをきれいにするぞ。レノマルの、レノマルの著作権の人が作ったんですね。すごい、欲しいな、私も。絶対完璧オリジナルだよな。じゃん、著名人の中に私も乗せていただきました。みんな見に来てください。さあ、恒例のお色直しをしたいと思いますが、手洗いはどこでしょうか。星が好きなガチャガチャコーナーが今日はこちらでございます。やっぱね、イベントあるからちょっと早めに行かないと。どれがいいかな。お姉さんの国はベトナム、ネパール、カレーが美味しいとこ。すごい、誰か来た。エコマル、すごい。チェコから来たんだって。来てくれたベトナム人の方です。シンシャー。国際色豊かなうちのブースでございます。ちょっと疲れたのでブースを案内したいと思います。和太鼓エリアに、フードエリア、すごい虹、すごいですね。300食フリー、いただきます。これだけ、ありがとう。え、本当あとこんだけ。そうよ。え、やばい、早くしないと。もうないよ。もうないの。発売と発作ゼリーいただきました。すごいね。あ、入場してる。何しよっかな。今日午前中出前講座やってたんや。え、マジでめっちゃ働くやん。うわ、美味しそう。いいね、熱々にしてくれてるよ。たこ焼きゲット。試合が始まりました。我々は片付けが終わってきました。クランクアップです。ゆずりいちご、あ、動画だった。BA です。 Oh no。 怖くする。おお、本当だね、近いね。おお、ティオ、頑張れ。エステは頑張れ。エステは、その人があの人という意味なんですけど、なんかあの人、あ、コーナーキック、すごいゴール。このチャンスでわー、よかった、最後1点入れて引き分けです。よくやった。